証券。はい、こんにちは。2月の21日金曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現時刻が4時2分25秒という時間帯でございます。今日はちょっと遅めの売シナお届けの時間でございますけれども、さて本日でございます。週末の金曜日というのは、まあ、別に、まあ深い意味はないんですが、毎週金曜日出演させていただいておりますのがこちらでございます。ラジオ日経さんのマーケットプレイス、こちらの方は午前10時4分ぐらいから出演させていただきました。ラジコの方で、ご視聴できますので、まあ、何を言っていたのかぜひですね、ご興味ございましたらちょっとチェックしていただければというふうに思います。これが午前の10時ちょっと4分ぐらいでしょうかね。そして、午前の同じく11時からでございますけども、東京 MX テレビでの東京マーケットワイド、こちらの方に出演させていただきました。ラジオの方では、岸田さんが今いつもご一緒させていただいております。岸田さんと岸田恵美子さんと、まあ、あと鎌田さんも出てらっしゃいますよね。岸田さん、そしてこちらの方では、松崎さんと鈴木智美さんと、こういうところで、ラジオ日経出演、失礼、東京 MX テレビで出演させていただきました。で、今度は東京マーケット、日経金株価の方が終了した後でございますけども、まあ、曽根さんお相手というところで日経 CNBC ラップトゥデイ、宣告でございますけども出演させていただきました。こちらの方が日経 CNBC です。で、実はでございますけども、今4時3分でございますけども、4時20分過ぎから始まりますラジオ日経さんのかぶりつきマーケット情報局、こちらの方にもう一回ラジオ日経でございますけども出演させていただく経緯になっております。で、何なのかというところなんですが、大変お声掛けしていただくのは大変ありがたいんですけども、要はやはりドル円レートですよね。1ドル112円に上昇したというところで、ただしこの売シナにおいては、以前からちょっと申し上げておりました、ちょっと先んじて、まあ、この売シナで申し上げてさせていただいたのは、機関投資家、政府年金等での要は日本売り、こうしたものがドル円レートを上昇させている。でドル円レートが上昇して、前日比などでも2円安になっているにもかかわらず、日経平均株価の追い風にはなっていないじゃないですかと。そして、さらには米国の10年債金利、これも本当でしたらリスコンだったら米債が売られて金利が上昇、ちなみにでございます、昨日などはちょっと JGB 日本債が売られたというのもあったんですけども、こうしたものを一番ちょっとシンプルにラジオだとかテレビで申し上げませんでした。こちらです。この売シナをご覧になっていただいている皆様方には、その証というちょっと言い方も変なんですけども、日経平均株価下がり傾向になっている、ドル円レートの失礼、米国の10年債金利の方も下がり傾向になっている、それぞれ下がってきているのにリスクオンではない円売り、それが、ドル円レートだというところでございます。で一方で こちらの方もラジオだとかテレビでもはちょっと申し訳ないってないんですけども、じゃあドル円事情は分かったと、日本売り、それは新型コロナウイルスだとか、GDP ないしは今後の10月12月ではなくて1、3ないしは4、6そこぐらいまでのリセッションを意識した GDP、 我が国の景気の停滞感を意識しているんだなというところを武部は言ってるんだなというふうにしてご理解していただけると思います。そうなると円は一本上昇で上がっていくのか、まあ、ドルは上がっていくのか、昨日のフィラデルフィア連銀製造業機質のも良かったんですが、そうはいかないのがちょっとこちらでございますね。トランプ大統領の利下げ志向というのは継続しております。シカゴのフェドウォッチ、でこちらのところちょっと見づらいかもしれませんが、94.5% が次回3月の FOMC での据え置き見通しでございます。でその後でございますけども、4月の29日も 70% の据え置き見通しというふうにしてなっております。でその後も、まあ、ちょっとその後も今度はほぼだんだんそうは言ってもですね、6月の10日ぐらいになると拮抗してくるんですね。 50% に対してというところなんですが、完全にこれが逆転いたしますのがこちらでございます。7月の29日の FOMC になると据え置き見通しは 35.7% しかありません。あとはほとんどこれ利下げの見通しになっている、利下げ確率になっています。要は、65ざっくりとですけどね、 60% 以上の確率で、利下げするだろうという見通し。そうなりますと円とドルの金利差の縮小、当然ドル買いインセンティブというのは金利面においては縮小してくる。これをやはりちょっと、まあ、先取りをしてみ
見ていくと、今じゃあ114円ないしは114円の50銭ぐらい意識、ないしは115円の攻防というところも意識して、そこをさらに超えて120円だとかっていうところは、ちょっとこうしたところは抑制されてくるのかなと、そんな見通しを持っているんですが、ちょっとここまではラジオだとか、テレビのところでは申し上げられませんでしたので、まあ、円の事情もありますが、ドルの事情もちょっとありますよというところで、今回ちょっと合わせてお話しさせていただきました。さて、でこれを踏まえてでございますのは、週末の、今夜の欧米市場の焦点は何なのか、今回の売買シナリオはこちらでご案内させていただきたいと思います。はい、まずはドル円からでございます。結論ありきで申し上げます。様子見とさせていただきました。 FX の投資家の皆さん方もかなりですね、このテンポよく上昇して本当にどこまで上がっていくのかよく見えんというところでは躊躇してらっしゃる方も多いと聞きます。私は正直に躊躇していいんじゃないかなという人思います。まあ無理くりしなくても、今これちょっと私証券会社の職員の立場からするとそういうことを言っていいのかどうかちょっと微妙なところではございますが、今現状において、まあテンポよく上昇しているというものの整合性がなかなかなか竹部がいろんなことを言っててもなおも理解できないというところもあろうかと思います。まあそうしたところで、まあインターバンク事情だとかそうしたものは置いといて、実際のトレーディングのコストも勘案したときに、果たしてここで買っていいのかどうなのか迷うんであるんだったらば、もちろんリスクとリターンのバランスがあるならば AER でもいいとは思いますが、そうではなければ様子見でもよろしいのかと思います。ただし今夜でございますけども、ご注意いただければと思いますのは、3連休前でございます。24日の月曜日は FX ないしは CFD225 指数も通常通りでございますが、オプションないしはロンドンフィクシングの需要需給というのがこれ24時に持ち込まれてくる可能性ございますのでご注意と。そして週末でございますけども、 G20 サウジアラビア、まあ、中国はちょっと姿勢の方が萎縮しているというような報道もございますが、そうしたものないしはイランの議会選挙がございます。強硬保守派というところでしょうかね、対米に対する強硬姿勢というのをこれから改めて示していって、まあ、突発的な衝突というのは対米国においても、まあ、ないしはトランプ政権側からもそうしたものを売り言葉で買い言葉で買うとは思いませんが、ネバダ州での衆院討会など、これは民主党でございますけども、共和党も当然ございます。過激な発言によってですね、思わぬ軍事衝突リスクというのはこの週末に起こりうる可能性というのも 0% ではないと。そして米国、ドイツにおいてでございますけどもね、ハンブルクの州議会選挙がございます。メルケル政権の後継者というのはかなり揺れ動いているわけですけども、ユーロ円はドル円にかなり牽引されて上昇していますが、ユーロに対する政治的な不安での忌避というのもこれ当然出てくるわけでございますので、そうしたところもちょっと意識していただければと。そしてまあ一番のポイントは、まあ、週末終わり値と来週の始まりでの帰りですね。そうしたところは新型コロナウイルスももちろんでございますけども、そうしたところの報道を横にらみしていただいて、リスク管理を徹底していただければというふうにして思います。予想レンジは111円の70銭から112円の20銭、20のアラウンドがちょっとなかなか重いですけども、ここを超えていって112円の70銭ぐらいまで上がっていった場合は、112円の前半で売るんだという方もちょっと一旦は取り仕切りの万歳水準というところで参考までにマークさせていただきました。一方で112円割れたら買うんだと、現時点111円の95銭水準ですけども、111円の70、80ぐらいで買うんだという方もいらっしゃるかと思いますけども、やはりちょっとこの辺のところは上昇したとはいえ、機関投資家の買いに、まあ確かに輸入企業なども焦燥をもってして追随買いはあろうかと思いますが、114円の40銭、ないしは111円の10銭、この辺のところがちょっと一旦割れるようだったら、ロング攻めで追随でも一旦はエグジットなのかなというところで、ご参考までにマークさせていただきました次第でございます。はい、そして今度は東京金融取引所クリック株365でございますけども、こちらの方は現時点 23,280円ぐらいの水準というところです。こちらの方も様子見とさせていただきましたが、ちょっとやはりドル円と日経225指数のチャートの形状が違うなというのは、これ改めてご理解していただければと思います。1ドル112円に向けてテンポよく上昇していって、前日比 前々日比と約、まあざっくりですけどもね、2円幅円安にもなっているにもかかわらず、日経に日本企業の輸出成功に対してはプラスだというふうにしてなっているにもかかわらず、日経225指数は下がっているというところが、まあ、ポイントかなというふうにして見ております。前置き長かったですが、様子見の姿勢で、予想レンジは 23,250円から450円、まあ、このレンジ内でというふうにして見てますが、ポイントとしては日足の一目の雲の下限ないしは中心線ないしは雲の上限、ここを超えていくことができるのかどうかがポイントと上値においては見ております。もちろんこのチャートの形状で下押しになっておりますので、売りエントリーというところでも、
もちろん、注目して私も興味深く見ているわけですけども、2万3600円超えたらちょっと一旦ショートの場合は万歳なのかなという水準でマークさせて、ご参考までマークさせていただいています。で、買いの方なんですが、2万3250円金峰が維持できるのかどうか、今まさにこの水準なんですが、この水準が割れて2万3100円ダブルボトム風になってますが、ここもちょっと割れてしまったらやはり万歳というふうにして見ております。損切りですね、万歳というふうにして見ております。 で本日の東京市場でございますけども、日経平均株価やはりちょっと、まあ、売っていたないしは買っていたというところでのポジションの調整がやはり強かったのかなというところでは、東証一部の値上がり銘柄数と値下がり銘柄数、もうこれはほぼほぼ拮抗というふうにして申し上げていいんじゃないかなというふうにして思います。値下がりに対してね、まあ、値下がりの方が1000トンで1093ですかね、という状況の中で値上がりの方が946、もうこれ厳密には違いますけども、もうこれはもうほぼほぼ拮抗というふうにしていいと思うんですが、問題なのはやはり業種においては9業種しか上がらなかったというところでしょうか。そうしたところではちょっと業種全般的にはですね、まあ、保険関係だとかそうしたところは強い、まあ、これいろんな、パンデミックも含めてなんでしょう、そうしたところも意識されるのかもしれませんが、やはり消費関連のところですね、パルプだとか水産サービス関連のところがやはり、ね、値下がり上位になってしまったと、アジア株なども重しになってしまったというところ、そうしたところでのインバウンド関連のところの売りがやはりちょっと意識されたというところでございます。一方で医薬関連の方はまあ当たり前なのかもしれませんが、堅調に推移したというところです。で、本日のマイナス強度として一番大きかったのが 28.1 円のファーストリテイリング9983、東京エレクトロン8035が11円53銭というところでございました。一方でプラス強度としては SBG、9984、日経平均28円75円押し上げたというところなんですが、その他中外製薬4519とかファミマ8028だとかというのはこれ6円だとか4円台、プラス強度としてはちょっとあまり大きくやっぱり寄与できなかったというところですね。1ドル112円だったにもかかわらずというところがやはりポイント、まあ、そうしたところの考察がやはり、今週末改めてですね、いろんな各見方によって、深掘りされてくるかと思います。そうしたものもですね、当社の取引画面内でご案内させていただいておりますので、ぜひご参考いただければというふうにして思います。ということ、あとは来週の為替見通しでございます。24日、月曜日でございますけども、お休みではございますが、FXCFD は通常通りというところでございます。で、今回ご案内させていただくレポートのタイトルはこちらです。こちら今ちょっと古いやつでした。すいません。こちらですね、こちらのは前後でございましたけれども、さて今週号のところでございますが、新型肺炎拡大、日本円売りのシナリオ警戒局面と題させていただきました。日銀の金融政策、日銀に催促というところもあろうかと思いますが、日銀も今いたずらに、金融緩和の深掘りにおいても円の副作用、円売りの副作用というのは抑制するのかどうか、日本売りに拍車がかかってしまうなどというような見方も出ているというような内容を書かせていただいております。ぜひご購入いただければというふうにして思います。さて、そして24日でございますけども、先ほど通常通りというふうにして申し上げましたが、アストロロジーサイクル上、金融占星術上ではこれ、新月でございますのでね、危険転換期に入っております。円の流動性が低い中でボラタイルの値動きがしやすいのがこれ月曜日というところでございますので、週末リスクも含めて、もちろんこれ様子見もありだと思います。十分慎重な上にですね、お取り組みいただければというふうにして思います。以上、2月の21日金曜日の株と為替の売買シナリオでございました。今からあと5分後、ラジオ日経さんの株付きマーケット情報局出演でございます。来週も、ぜひよろしくお願いいたします。